皆さんハロー、ジューンラブジョイです。はい、で今日ですね、やっと届きましたよ、私のワンピーススタンピード初回生産限定リラックススペシャルイディション届きましたよ。クソ長い名前でございます。やったー。重いでね、私はね、ジュンはね、もともとワンピース、本当に子供の頃からずっとワンピースが好きで、でもね、一番好きなキャラは、意外と、いや、一番好きなキャラは、漫画、ワンピースの漫画とアニメに一回でも登場したことないキャラ。実は、ワンピース、東京タワー、ワンピース東京タワーかな、公式名前のライブショー。しか登場しないキャラ、アンというキャラですね。とっても素敵なキャラが一番好きかな。で、さっき言いましたけど、アニメと漫画に原作入れたことないんですけど、やっとこのワンピーススタンピードに登場しました。なので私1回だけじゃなく2回見に行きました。とっても面白かったです。本当にもう満足で、まあ私Amazon で予約しましたけど、 Amazon で予約するとこの共闘メンバー7人のしおりセット、クリアしおりセットとアンのライトがついて、特典となっております。はい、あ、いや、これ開けたいけど先にこれは、これがかなりすごいから見せたいな。最初に紹介するのはこのアンのライトですね。大切にしない。あ、これは OK。ごめんね、コレクターよ。で、アンのアクリルキーホルダーですね。で、このライトですね。まあ、このアクリルの部分は、アンですが、これ見えるかな？見づらい。超見づらい、ごめん。サボとエースとなっております。見づらいでごめんなさい。あ、でも超かっこいい、満足で。この4枚クレアしおりセットですね。まあ、アンだけじゃなく、私実はボアとバギーも大好きで、まさか同じしおりになると思わなかったわ。私嬉しいけど、多分じゃない、ボアハンコク絶対嫌がると思います。はい、こちらですね、素敵。こちらの特典は Amazon の、特典となっております。はい、早速開けてみましょうか。本体、はい、ではでは、なるほど、この特典はね、ダグレスバレットのスタンプはコロナの影響でちょっと製造が遅れてるみたいで、まあ後日発送となっております。大丈夫。でもすごいね、コロナの影響はここまでですね。まあ仕方ないので、お楽しみに待ちましょう。大丈夫、やばい、楽しみ、超かっこいい。箱でもかっこよくない？待って、大丈夫、皆さんも大変と思います、コロナですね、頑張りましょうね。はい、続いてこちらですね。あ、ポストカードセット開けてみましょうか。やばい、結構いっぱい入ってるね。はい、行きましょう。なんか英会話先生。はい、Repeat after me. ルフィ。ルフィ。ごめん、ダサい。じゃあルフィ。じゃあ英語の場面になってますね。かっこいい。ルフィ、ゾロ。あ、ちょっと順番も降りたらごめんね、お得で。ナミスワン。見える？ウソップ、あ、このシーン超かっこいい、ネタバレなしけど、ウソップめちゃくちゃかっこいい。
パンジー、パンジーなんか普通になんか麦わらの中に一番好きなキャラだけど、スタンピードの洋服一緒、ちょっとダサい、なんか秋葉原に登場する外国人のお兄さんっぽいの洋服かな。チョッパー、ロビン、フランキー、さすがにアップですね。ブルックもアップですね。ブルックも結構好き。誰が一番好きかな、サンジかブルック、どう、これ、あ、バギー、いいね、バギー、え、ボアあるかな、あ、ボアじゃない、なんかボアだった。まあバギーいいね。サボ、スモーカー、スモーカーいいね。あ、ボアいいね、ボア本当に好き、うん、癒される。ルーチ、あ、これいいよね。あ、アン、アンも、まあ、ちっちゃいけどいいね、アン。素敵。じゃあ16枚かな。すごい、16枚、豪華ですね。はい、16枚入っております。はい、続いては、すごい、めちゃくちゃ入ってる、ね、これは、スティッカーガイドブックって書いてます。これも結構分厚い、すごい、いっぱい入ってる。ちょっとシールから見ます、このスティッカー、やばい、やばくない、なにこれ。でかっ、ちょっと待って、わー、え、まさか、なんか今まで出てきた、海賊じゃない、いや本当に全部、え、すごい。まあもちろん、ここ辺、もちろん分かる。麦わらの一味ですね。でもちょっと多くて、全部はさすがに分からない。これビッグママでしょ？で、バーキー。あ、ボア？ボアいいね。すごい。いっぱい。やってる？ちょっと守りたいね。OK。すごい。本当にすごい。え、これスティッカーガイドブック、あ、まだ、おー、すごい、見て、さっきのスティッカー全部なんか誰の、ロゴ、すごい、麦わらの位置に、わー、いいね、見て、ごめん、すごい、え、アーロン、やばくない、アーロンのやつも入ってる。私アーロンもめっちゃ好き。わお、これもすごい。アーロンも入ってる。わお。ね、ここ、こういうデザイン。やばい、電車曲がってるね。すごい。で、後でこれまたプラスチックに入れます。大切に。これは？ワンピース、スタンピード、まあガイドブックみたいなやつ。おお、すごい、分厚い。わあ、すごい。でね、なんか検索に出た海賊全部登場するらしい。すごくない？で、このガイドブックの中確かに、あ、これかな、あー、すごい、その登場時間もちゃんと書いてます、ここ、やばい、ちょっと待って、で、もともとこのキャラは いつから登場したことか、あ、なんだろう、じゃあこのフィルムゴードのカリナさんですね、カリナさん伸ばしてるは5分、このスタンピールの中に5分7秒から登場します。すごくない？なんかいいね、あんまりワンピース分かってない方もこのガイドブック見て、あ、こういうキャラもいるんだ、すごい、あ、偽チョッパも登場してます。偽チョッパは5分25秒から登場となっております。あとは、あ、好き、ボア、あのボアハンコックの、あ、もうさすがに一緒に登場する、ごめん。なるほど、あ、いいね、音楽とか歴代設定、あとコラボ、こんがりコーン、
とコラボしたみたいですごい知らなかった、まあ、これ細かい、これはすごい。5年後ワンピース、お本当終われるかなワンピース。いやこれも素晴らしい、後で全部読んでみます。で、おこれはアクリルスタンドかな、いいね。そう組み立てるとスタンドになります。やってみましょうか、組み立てみましょうか。ちょっと待って、これ私のワンピースフィギュアコレクションの棚置きたいと思います。 OK、 ちょっと待って、おー、なるほど、バレット、ラグレスバレット、あ、ごめんね、みんなに見せたい。これが裏、気をつける、これコレクターよ、やばい、おちょこちょい自分が困る。なるほど、ゆっくり、やばい、やりづらい。ごめん、一回だけ文句言っていい？なんかこれアクリルスタンドじゃん、これもアクリルで作ってくれない？ごめん、文句ダメでしょ。でもちょっと紙だと困る。OK、 あ、いいね、ボアで、このスタンド、あ、ちょっと傷が多いかな、やばい、文句順が出てる。でも本当に傷多い、不良品っぽい、ごめん。ちょっと傷多い、まさか、どういう意味出す、はい、お疲れ様です、ごめんなさい。じゃあ登場する、あ、いや本当に傷が多い、やばい、結構ひどい傷、うん、じゃあサボ、あ、ジンバン書いてきたよね、あ、じゃあ、お、もっと傷つけちゃう、じゃあルーフィーからいきましょう。じゃあ、全員入りました、見ていい？楽しみ、いや、本当に素敵、なんか傷が本当に多いけど、それ以外、うん、素敵、色も良い、いや、でも傷すごいね、仕方ない。で、これを入れちゃいましょう、お、かっこいい、バレット後ろに、うん、かっこいい、かっこいい、ここに時間かかりましたね。次は、あ、やっとディスクですね、お、これもなんかチラシ入ってる、あ、なるほど、なんか一番記事のやつとかいろんなチラシ入ってる、あと麦わらストアのチラシですね。で、これは本ルーレイの本編とボーナスディスク、かっこいい、あ、やばい、パッケージもかっこいい、やばい。見て、すごくない、いいね、ちょっと待って、で、これは全部、あー、バレた、これは全部となっておりますね、やばい、え、豪華じゃないですか。で、値段ね、なんか税込みで1万円ちょっとぐらいするから、こんなに入ってるだと、いや逆になんか安いと思います、本当に。私結構よく、特典と、まあ、限定のやつに弱いので、うーん、よく、まあ、ポケモンとか他の限定バージョン購入してるんですけど、こんなにいっぱい入ってるってなかなか見たことないんです。確かに、なんかしおりセットね、あとアクリル、キーホルダーとか、こういうガイドブック、シール、ポストカードセット
スタンド、まあ、なんか一つ例えばアクリルスタンド入ってあのついてますだったらわかるけど、これは全部じゃないですか。なんかザ特典、いや素敵、うん、豪華、満足。多分まだ間に合うと思いますので、 Amazon とか、まあ、ネットで検索してみてください。いやすごい、素晴らしい。はい、じゃあ見てくれてありがとうございます、本当に。はい、じゃあ See you。 はい、ありがとうございます。